This is Minos Talk Banner Radio. 皆さんこんにちは。視覚障害者の立花龍之介です。このチャンネルは視覚障害者に向けてさまざまな情報を発信しております。2022年の9月から、ポッドキャストという音声メディアですね、インターネットラジオなんですけれども、こちらで配信を始めまして、2023年の1月からはポッドキャストで配信した内容を YouTube でも配信することといたしました。現在50本ぐらいですかね、はい、エピソードが配信されております。現在というのは2023年の4月でございます。エピソードはだいたい3つに分かれておりまして、一つは視覚障害者に対するサポートのお話ですね。例えばさまざまな日常生活用具、補装具などを紹介しておりますし、ガイドヘルパーさんがどういった講習をクリアしてお仕事をなさっているのかなどもお話をしております。もう一つはこの音声メディアポッドキャストを私がどうやって作っているのか、ポッドキャストの作り方かっこ視覚障害者奮闘編かっこ閉じというような内容でですね、お届けをいたしております。どんなマイクを使っているのか、どんなアプリを使っているのか、どんな編集をしているのか、はい、そういったお話をしております。もう一つのお話、これが一番多いんですけれども、よもやま話ということで、まあいろんな話をしているわけでございます。例えばさまざまな人物を取り上げております。江戸時代三大兼業、視覚障害者ビッグスリーと言われております江戸時代初期の天才ミュージシャン八橋兼業、それから世界に先駆けて公立の盲学校、これはねフランスよりも100年近く早く江戸初期に45校まで広がってるんですね、日本の盲学校はね。それを作った方、杉山和一兼業。もうお一人は江戸時代後期幕府公認の大学、ここで盲目の国学者花輪保喜一さん、この方も多くの功績がございます。この3人を取り上げたりしております。また人物としてはヘレン・ケラーの先生ですね、アニー・サリバン、アン・サリバンさんとも言いますがのお話、特にヘレン・ケラーさんと出会う以前の幼少期からの20歳までのお話ですね。この方は元視覚障害者なんですね、はい、などのお話、それから津軽三味線の名手高橋竹山さん、まあアメリカ公演もね7か所でやったのかな確か、大成功を収めた津軽三味線の名手、一地方の津軽三味線というローカルな楽器を日本中まで広げて世界にまでね轟かせた方でございます。この方も取り上げております。それからよもやま話では映画の話もしております。座頭市、驚愕の原作、世界最長の小説大菩薩峠、机龍之介のお話、丹下左膳、片目片腕の剣士ですね、フィクションですねを演じた名優たち、録音済みですがまだ公開されてないものとしては名探偵金田一耕助を演じた名優たち、これがねなかなかびっくりするような人も演じてらっしゃるんですね、はい。まあ、それ以外にもですね、
手話のお話ですとかね、手話には2種類、伝統的な日本手話と日本語対応手話の2種類があるとか、展示のお話なんかもよもやま話としてさせていただいております。まあ、いろんなお話をしております。YouTube では再生リストというのがありまして、この3つに分かれてピックアップできるようになっております。どうか聞いていただいて、まあポッドキャストのフォローとかね、 YouTube のチャンネル登録とかしていただけると嬉しいと思います。ただ大変申し訳ないんですが、私去年の9月、2022年の9月にポッドキャストを配信するまで放送に関してまるっきりのど素人でございます。従いましてね、今聞いても最初の頃は肩に力は入ってるしね、なんか言えることは全部言わなきゃっていう脅迫観念とですね、鼻の穴は広がってるしね、あのとかえーととかうーんとかやたら多いしね、大変お恥ずかしい限りなんですが、まあ継続することによってね、皆さんに育てられたいなと、育ててくれると嬉しいなと思っております。1エピソードあたりはね、20分から30数分ちょっと長めなんです。はい、なぜかというと話が横道にそれるからです。はい、お聞き苦しい時もあろうかと思います。なんせ台本が見えないという環境の中でやっております。どうか優しく見守ってくださると嬉しいです。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないことがあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。